今回はライジングフリーダム、オーブ制だったに対する反応集をご紹介します。ライフリオーブ制だってよ。キラは最初にダメよしたけど、結局フリーダムの技術オーブに流れてるからな。整備任せたらそりゃそうなる。イモジェもオーブ制ってことは、シンがオーブの機体に乗る可能性が出てきたのか。ライジングフリーダムがオーブ制、フリーダムのデータからエクリプス作ったのがそのまま繋がったのか。スポフリとムラサメの間の子。これってつまり過去にオーブがザフトの最新鋭機のフリーダムのデータをパクってたってことが公になったけど、勝てば官軍だからオッケーってこと？フリーダムの情報は連合ニュートロンジャマーキャンセラーと共にクルーゼが全部譲渡してるから、技術さえあれば作れる。連合が何度も逆らってきたオーブに情報を渡す理由がないから、オーブがフリーダムの情報どこから得たのか聞かれたらまずいと思う。作中でもライセンスフリーダムなのかよ。そもそもベースにしたのはストフリの運用データだから、普通にラクス経由でオーブに提供されたで表向き通る話じゃない。オーブこんな状態から2年後には新品同様になるんだから、データくらいは仕方ないよね。ムラサメの可変機データをどう応用したら、背中につけたカバーで頭を打って寝そべるだけになるんだよ。運用データからこれもっと簡単にしようとなったのかも。オーブ製造で可変機ならムラサメの話題差し込んどくか。どうせガンダムメカオタが設定遊びするネタに使えるだろくらいのもんだと思う。ストフリの運用データ使ってる割にはストフリ要素がビームシールドぐらいしかないようだが、ボロボロして扱いづらいサーベルマウントとかさ、よく見ると頭ハヘの G 外ストフリそのまま、肩の前だれ、二つ折りでサイドに回転式のサーベルラックがあるレールガン、フロントスカート、ふくらはぎ周りの色分け、前腕のビームシールドと、割とストフリから多くの記号を引き継いでたりするライフリ君。オーブはまたモビルスーツ作るんか。何か問題あるのか。連合もザフトもまた襲ってくる可能性あるからしゃあない。やっぱオーブは進行されるだけの理由はあるっすね。実際20年を経て人気が神格化しつつあるストフリ運命印象、どう超えるのかはやっぱ作る側も答え持ってそうだし楽しみではある。オーブがフリーダムを再現したって感じでとても好き。への字はちょっとだけ欲しい。フルバーストに合わせてシールド射出してくるの容赦なくて好き。なんと簡単変形なのだろう。エクリプスとムラサメの変形機構は無駄とでも言うのであろうか。フレームの色地味すぎない。しかしよくフリーダム再現機体なんて作れたな。保管中に解析済みだから、最終回で全くの無傷なのにストフリから乗り換えなきゃならない困惑をコントロールできない。ちょっと羊から性能まで含めて放置したら火種になりかねん。核動力機なんか大っぴらに乗り回せるわけないだろ。正直ストフリは強すぎて緊張感なくて好きになれなかったので、微妙に弱そうなライフリ君には期待してる。フェーズシフト落ちたままむちゃくちゃ悪あがきしてほしい。純粋に前作から数年経ってるから、また技術革新でストフリも型落ちしたんじゃないかな。コズミックイラ75なので1年しか経ってないです。てか多分今回は公的機関所属だから条約ガン無視なのは色々まずいと思われる。まあ実際ストライクルージュも試しでボコボコにされたし、あの世界の型落ちは早い。ビームシールドとかレールガンの折りたたみが減ってるところなんかの派手さがないアップデートはストフリから継承してるのがマジで最適かって感じ。割と急ごしらえのフリーダムと違ってストフリはマジで当時の最新技術モリモリだから、そう簡単にはコモン落ちはしないと思う。ストフリ強すぎっていうが、深夜霊を瞬殺できるわけでもなく、大気圏内なら深と霊のコンビに撃墜寸前まで追い込まれたし、思うほど強すぎってことはない。名前出てるの全員あの時代の上積みも上積みなパイロットだし、当時の最新鋭機のザクグフ一周してる時点で強すぎで間違いないと思う。
あれ使うとこれ使えないみたいな装備が頻発してるストフリは急いで無理やり全部乗せたようなとこあるし、ライフリになればキラはもっともっと戦えるな。ストフリ忍者は自体が自体だからスルーされてるけど、条約違反の真っ黒な機体だからコンパスでちゃんとした組織になった以上は解体なり封印なりしないと、逆にコンパスの正当性が揺らいじゃう面倒な機体なんだろうな。そうなると大破した運命が修復されてるかどうか怪しいのがなぁ。名前からして負の遺産な運命はデータフィードバックはされても、修復やら名前継いだ新型はないと思うよ。やはり、デスティニーガンダム進化。運命系列機自体がアセットとか都道レベルでダメ寄されててもおかしくないやつだろ。なので名前に現在を意味する芯を入れることで開発を許されたってこと。発音だけならパイロット名冠した感じで悪くないんだが意味がね。さすがにフリーダムよりは性能上だろうからライフリ 0.8 ストフリくらい多分通常バッテリーだろうから3年前の機体とはいえかく積んでたフリーダムにも及ぶか微妙なラインじゃないかな。ラフトのセカンドステージの時点で得意分野ではフリーダムやジャスティスと遜色ないレベルの性能だったんだからさらに後発のライフリなら上回ってくるんじゃないの。フリーダムはインパルスやカオスよりパワーや性能が上と作中で言われてはいるけどもライフリにストフリの運用データが使われてたり、インパルススペク2が新型バッテリーになってる設定もあるから、追加装備も含めるとフリーダムよりは強いと思う。新にできたんだからキラにもバッテリー機で条約違反機体倒してもらわないと。そういやムーさんモビルスーツ乗るのか？パイロット遊ばせとく余裕はなさそうだけどそれっぽいモビルスーツがないんだよな。暁もオーブに持ってかれたのかな。もともとオーブの機体だよ。メタなこと言うとパイロットスーツの絵があるから乗るだろうな。どうせジャンだろ、どうせゲルググだろ、という定年をイザークジュールとディアッカエルスマンはコントロールできない。ゲルググはザクの後継機でジャンはグフの後継機って明言されてるんだからそっちは諦めろ。ジャンもゲルググもコンパス用だからただのザフとの二人は乗れない可能性あるよ。ジャンはグフの後継機なのか、まあレンジ的にそやそうか。たとえ系列機だとしても立場上フリーダムとジャスティスの名前使っていいのか。連合ザフとオーブ合同で作られた組織だから、オーブ製の機体にザフと機の名前つけても大丈夫。PV 見ると短期でも大気圏突入離脱できそうなのはすごい。離脱の方はストフリもできなかったし。映画前半は核動力機禁止で後半でやむを得ん。ってなって解禁されるんでしょ知ってる知ってる。ファウンデーションに金関節やらボアチュールリミエールの親戚やら積んでるやついるからな。でもコンパスが目には目をやるのアウトだと思うんだ。同核動力の封印特化が注目ポイントだから頑張ってほしい。実は核じゃないかもな。核なしで動けるようにして核部いろいろいじったストフリ忍者くらいでもいいかもしれん。この動画は青木正常なる世界を作る組織ブルーコスモスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。